一昨年起きた、しれとこ沖の観光船沈没事故で、犠牲になった乗客のデジタルカメラのデータが復元されました。そこに映っていたものは、目の前に広がる大海原。陸にはまだ少しだけ雪が残っています。雄大な自然を楽しんでいたのでしょうか。しかし、撮影されたおよそ1時間半後、状況は一変しました。 写真は沈没した観光船、カズワンに乗り犠牲となったぬで島優さんがデジタルカメラで収めた事故当日のものですカメラは羅臼町の漁師桜井健二さんら捜索ボランティアが8月に知床岬の西側で見つけましたその後、ぬで島さんのものと判明 損傷がが激しかったため両親が民間のの専門業者にデータ復元されたのはおよそ700枚、出発直後の様子や、知床半島などの大自然、そして出発前に知床遊覧船の事務所の前で撮影されたものなど、事故当日の分はおよそ80枚ありました。 写真の公開を決めたぬで島さんの両親はカメラを発見した桜井さんらに感謝の意を表すとともにこうコメントを寄せました息子はきっとデジカメを持って家に帰り私たちに写真を見せながら楽しかった旅の思い出を話したかったのだろうと思うとその無念さに胸が締め付けられ悲しみを新たにしました。 事故をめぐっては、知床遊覧船の社長、桂田精一被告が業務上過失致死の罪で起訴されていますが、こうした家族の悲しみにどう向き合うのでしょうか。